おや？鶴姫の様子が。皆さん、こんにちは。ガーヒーによるポケットモンスターベガ。今回は、シオシティのポケモンジム、リーダーキリ、ジム戦行こうと思ってるんですよ。前回、しなやかな水のように、水ポケモン系か。なるほどね。よし、大丈夫な気がするぞ。今回は。前回この、リム研究所？リム研究所っても完全人ん家になってんじゃねえか。おじいちゃん大丈夫なのかみたいなところで、カラマツ博士を助けて、で、その後カラマツ博士に話しかけたらさ、技マシンじゃない、秘伝マシンくれたんだよね。その秘伝マシンが波乗りだったというわけですよ。なので、秘伝マシーンは、うちの元成さんが波乗り覚えたんですよ。波乗り威力マジ強えんだよ。こうマジ。あれ？間違えた。この渦潮が威力35のメチ85でしょ？水鉄砲で40の100でしょ？波乗り威力95。起こした波を敵に叩きつける。水の上を進むこともできる。これでね、ここの、で、なんで、ここの使用ジムの、ジムリーダーを倒すと、海で普通に波乗りが使えるようになるっていうから、もうこれね、できるようになったら俺海渡れるんですよ。サーファーですよ、もう。で、こう前回ね、ちゃんと紹介できなかったね、うちの竹中茂春さんをね、こんな感じです。エスパータイプ。育てるか育てないかとかは、なんとも言えないけど、とりあえず可愛いやつなんですよ。竹中半兵衛、黒田官兵衛。軍師二人はね、覚えておいた方がいいですよ。歴史を調べていく上でね、絶対ぶち当たるところだから。そして、前回預けた化石、帰ったんです。こいつも自己紹介をしましょう。リリーラ。ちょっと見た目はあれだけど、生意気な性格っていうのもあれだけど、なんとも言えないやつ出てきたけど、秀明。これは小早川秀明から取ったんだよね。小早川秀明っていうのは、関ヶ原の合戦の時に西軍側についてたんだよね。石田三成方についてたんだけど、関ヶ原の合戦中に徳川家康方について西軍を裏切るの。で、西軍はこの小早川秀明の軍隊の裏切りによって総崩れになっちゃうんで、こいつがこの裏切ることによって戦局が大きく変わったんだよね。で、もう本当これ関ヶ原の合戦でみんながいた場所とかで合戦の影響とかを調べてる軍学者とかの人とかも言ってるぐらい、この小早川秀明の裏切りは相当でかかったんだよ。で、軍隊も1万5000持ってて結構多かったんだよね。で、こいつに大谷義継とか平塚為弘はやられちゃうんだけどね。で、こうね、裏切り者のレッテルを貼られてね、しかも寝返るのも遅かったっていうことで、後々みんなからすごい大バッシングを受けて、それで心を病んでしまって死んでしまうっていう、もうほんとかわいそうなやつ。裏切ったやつが悪い。けど家を残すっていうのが昔のあれがあったからね。しょうがないよね。じゃあジム行きましょう。ちょっと長くなっちゃった。前置きが。元気しとうや、チャンピオンを目指すラムゾウ。ここのジムリーダーキリは、水タイプを使う。草や電気タイプの技で弱点をつけば、キリに勝てるかもな。じゃ、決まってこーわし。
生行くぜ。なんかいるぜ、子供。泳ぐときは浮き輪をしなさい。ママがいつも言ってるの。よし。波乗りもらって若干テンション上がった。V。こういう仕掛けね。じゃあこいつね。俺が強いせいでお前の快進撃もここまでだ。よし、やっ。お前んとこのシェルターなのか。だからこそだよ。よし、とりあえず完璧なる回復をしてから行こう。よし、とりあえず。とりあえずまず様子見だな。どうも、はじめまして、シオシティのジムリーダーを務めさせていただいております、キリと申します。やはり驚かれました?こんな小さな子がジムリーダーなんて。あら、案外驚いていらっしゃらないようですね。面白い方。その調子ならバトルもさぞかし面白いものになりそうですね。では、水タイプポケモン使い、キリ。しなやかな水のように舞ってみせましょう。可愛らしい女の子じゃねえか。いきなりスターミーから出してくんのね。はい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 。ならば私もいきなり。何?お前、電気使えんのか?パッカー、危ねえ。油断したもクソもねえ。危ねえ、お前。最悪だな。やられたよ。めちゃくちゃやられて、一発目。何放電って。しかもレベル30ってやっぱ高えわ。え、そんな効かない。危ねえ。すまねえな、秀明。元ナッツさんを回復させたいんだよ、俺は。ジャブね。つうか、カイ姫で同じレベルかよ。手は抜けねえ。凍える風だ、ここは。よし、カイ姫の方が早い。スターミー早いことで有名だったかな、昔は。急所に当たってこれだけかよ。嘘だろ?あ、けど死ぬは毒で。はいはい、来い来い来い、全然、全然だから、全然効く。フローゼルか。ああ、どうすっかな。いや、とりあえず、ここは甘えとこう。攻撃ガクと下げとく。こいつ危ねえから。
何それ、何なんスプラッシュって。あのね、もう一丁で、よしよしよし、重治さん頼むわ。一発ぐらいは耐えてくれよ。いや、無理そう。無理くせえわ。無理くさかったわ。俺も知ってた。俺も知ってた。俺も知ってた。鶴姫で行くわ。鶴姫で。いや、ダメだな。きっとダメだ。きっとダメだ。ここはダメだっていうことを、計算に入れて、姫さん回復させよう。ガクッと下げても相当効くな、これ。レベルの差が高すぎるのか。何この食らいつくって。あ、でも物理は全然効きません。残念でした。はい、毒にします。あー、スプラッシュはダメだ。スプラッシュはダメだ。よ、今一つ。うい、残念。はい、毒になればか。はい、毒になりません。ゴリ押す、ゴリ押す。え？え？え、どういうこと？おい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 、マジかよ。いや、とりあえず起きるまで粘る。もう回復できるからいいや。しかもあんま効かねえし。なんで？なぜ寝た？物理なんだよな、俺。あぶねえ、物理下げといてよかった。もう凍らせる、マジで凍らせる、お前。ああ、スプラッシュは効く。スプラッシュは思いのほか効く。と思ったらそんな効かない。いや、いい傷薬ぐらい使っていいよ。2回使うんだろ。あ、やばい。来た来た来て、来てる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 。よーし。よーし、バックで、いい傷薬を、俺も使うんです。マジ下げといて正解。でもマジで氷のキッスでね、氷のキッスで地味にね、下げていく、下げていく。削っていく。俺が削り勝つ。さ、まだ2体目で相当苦労してんぞ。よーし。来た来た来た。テペトラってあいつか、あの、カッパ野郎か。回復させとこ。
あと2体。平均レベルだいたい30か。え？はい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 。残念、こっちもダークロワード先生でお前に一応ダメージだけ与えます。マジでひどい。おい、迫害しかいしかも。やだ、こんなに怖い見た目嫌や。カメハメハみたいな感じのやつか。うわぁ！氷のキスで凍ってくれ！ダメだ！ダメだった！ボス強すぎる。毎回ダメじゃん、俺。やべえなぁ。やべえなぁ。やべえなぁ。頑張ってくれ！頑張ってくれ！雷パンチだ！ほら！よっしゃ！よっしゃ！マジ活かしてる。あら、まあ恐ろしいくらいに強い方。さて、それではこれを、ファクトバッジを差し上げます。よっしゃよっしゃマジで、マジナイス。ファクトバッジを持っているとあなたのポケモンの防御力が上がり、さらにバトル以外でも波乗りが使えます。よっしゃマジで。それからこれもどうぞ、差し上げます。18A。何？アクアボルト。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。マジで来た来た来た。こら来たわ。これか。覚えられんのかよ。いや、マジ氷のキースとか使った場合じゃないから。よーし。これで炎にも強い女性になったわ。よっしゃ、マジ案外勝てたな、普通に。予想通りスリリングで面白いバトルをさせていただきました。ふふふ、最近ジムに挑戦をしに来た方々は、歯応えがなくて退屈していたところでした。いつかご縁があったら、また戦ってくださいね。約束ですよ。いや、もういいよ。めっちゃ戦ったもん。一生分戦ったわ。勝ったぜ。勝ったぜ。華麗なる水の舞を見事にくぐり抜けたな。うまいこと言うな。よーしよしよしよし。いやね、意外となんで、もうね、こうね、レベルを上げてったらね、まあ、ちょっと、回復させてあげよう。さすがにかわいそうだからな。ポケセンだな。よーっしゃー。いやー、水。
水のくせにさ、もうなんか、いろんな技駆使してくっからさ、めっちゃ強かったわ、相手。いや、でもよく勝ってたわ。で、まあ、ここ、まあ、新しい仲間っていうかね、レベル上げてる時に偶然にも捕まえたっていう、この、テディ、エジマって名前にしたんだけど、これは大奥でも有名なエジマ、生島事件のエシマですよ。よし。そんぐらいにしとこう。で、これだね。これこれ。進化しちゃった。やばいんですよ。進化しちゃったんだよ。ピカチュウがゴリチュウに。いや、もう女性キャラなのにこれはありなのかと思ったけど、まあ。いいっしょ。めっちゃ強くなったし。いやもう特性がメロメロボディだからね。やっぱ。いい肉体持ってるよ。いや、こいつには助けられた。結構助けられたわ。よし。やっと進められるって、かくれんぼで、ついに、見つけて、ででん。ででーん。もらっちゃいましたよ。これで移動が断然楽になる。で、ミルシティの方から波乗り使っていけっていうあれでしょ？ちょっとじゃあ、ミルシティの方まで行っちゃいまーす。はい、着いた。はい、着いたぜ、マジで。ここだろ？こっから波乗り使えっつってんだろ？いいぜ。あれ。使えるぜ。水は深い青に染まっている波乗りを使うぜ。よろしく。やった。なんか敵いるし、ちょっと周りを。いけなーい、いけなーい。おお。なんか案外近いところに島があったな。ここら辺のポケモンも。よし、どうでもよかったぞ。よーし、マジ、カットだな、これは。で、多分、敵も、いるから、まあ、それなりに、カットしつつ、次のところに進めていきまーす。よいしょ。こんな、暗いところで、何をしようと言うのでしょう。明るくしまーす。お、なんだなんだなんだ。暗いので足元注意。どうもモスでした。優しいね、優しいね。ここの敵はいか、お前か。オッケー。さらばなり。よし、ここもちょっと飛ばしだな。ライノス、大丈夫か？ああ、地震のせいで岩の下敷きになったんだな。今助けてやるから待ってろ。よいしょっと。どうだ？動けるか？うん、怪我もないみたいだな。早く家へ帰りな。はい。海底トンネルにて野生のポケモン救助のミッションは終了しました。助けたポケモンも幸い怪我はありませんでした。はい。え？俺のレンジャークラスがアップ？本当ですか？ありがとうございます。はい。では、これからヒスイシティに向かいます。失礼します。あれ？お前どうしたんだ？帰らないのか？もしかして一緒に行きたいのか？ははは、わかったよ。一緒に行こう。よろしくな、ライノス。何？再会です。お、ラムゾーじゃないか。いいところに来てくれた。頼みがあるんだ。翡翠シティってどっちだ？
いや、今、海底トンネルで岩の下敷きになったポケモンを救助するミッションをしていて、方向がわからなくなって、そうか、お前が来た方向がヒスイシティなのか、助かったよ。ところで心の館の奥にあったものって何だったんだ？時間と空間を司るポケモンの秘密か。俺もいつかはそんなポケモンの力を借りてみたいものだな。そうだ、ラムゾー。せっかくあったんだ。一勝負していかないか？レンジャークラスが上がった俺の実力を見せてやるよ。やっほー。どうも、モスです。お待たせしました。モスです。ただいま参上し、パパパン。あ、ヒイラギ研究所にいた変な人。おー、ノー、変な人違います。モスギス言います。ミスターガヒー。モスのこともっとよく知ってください。お友達から始めましょう。モスギスさんはヒイラギ博士に何を頼まれたんですか？え？え？内緒です。それよりです。今から二人はバトルするをする予定ですね。それはつまり、モスギスさんをハブにしちゃうつもりですね。ずれ？モスギスさん、ガヒ君と組んじゃうもん。共に勝利の泥橋を駆け上がりましょう、ガヒ君。え？泥橋とかすごく不安なことを言わないでくださいよ。組むのやめますよ。やだ、ダメ、組むの。はいはい、わかりました。足だけは引っ張らないでくださいね。天下無敵のモスギスさんが負けるはずがないのです。おお、モスギス。モスレンジャーの二人が勝負を仕掛けてきた。ヘルガーとライノスか。やっぱモスは悪タイプを使うんだな。しかもライノス、さっき捕まえたにしたつねえな。いや、これは、このイベントバトルは、つかレベル一緒だし。しかもなんか、オスとメスで合コンみたいになってんぞ。わかった。いや、つか、ハバネのバレットパンチ直線じゃねえの？これ。よいしょー。あ、全然。やべえ、タイプ間違えた。やらかしだな。やばい。おお、お前らやってくれんじゃねえか。うわ。うわ。タイプ悪いな。どうする？どうすっか。とりあえず、噛みついとくか。ライノスには。ああ、もう雷パンチです。もう雷パンチだからね。やってやるよ。攻撃力は半端ないからね。うわぁ。特防の低さを利用しやがったー。普通にやられたー。マジやってくれんじゃねえか。水だぞ、水。うわ。地味に食らってんなー。しょうがねえな。おい、波乗るしかねえわ。いいよ。何？かっこいいの出してきやがった。うわぁ！普通に相手強えぞ。どうすんだよ、これ。やべえよ。
マジで、ライノス、襲ってくんな、結構。アークタイプだしな、炎の規模を実装するだな。ああ、もう。凍える数だ。砕け散れ。ほら。お、なんか最終進化してる。思いのほかかっこよくね。さらばなり。よーし、育ってますね。お前また腕を上げただろ。くそ、負けたぜ。真っ白だ。いや、強かったよ。思いのほか強くてびっくりしちゃった。二人を相手によく戦えたな。感心するぜ。いい勉強になった。お礼にこれをやるよ。何バトルサーチャーって。何これ。それを使うと周りにいるトレーナーの中から戦いたいと思っている奴を探すことができるんだ。だけど俺はレンジャーだろ。トレーナーと戦うためのアイテムを持っててもしょうがないからさ。お前に使ってもらった方が有意義だろ。ラムゾウちゃんは新しいポケモンたちとも仲良くしているんですね。焼けちゃ。さて、私は一足先にアーシア島に向かいます。早く行ってアーシア島でお土産を買って、その後、ゲームコーナーに行って観光して。え？あ、はい、冗談ですよ。多分冗談ですよ。おそらく冗談です。大事なことなので参加しました。じゃ、俺もそろそろ行くな。急がないと時間がな。まべ。ラムゾー、次はポケモンレンジャーの街、翡翠シティで会おうぜ。よっしゃ、やっと抜けたぜ。ていうか、めっちゃえらい時間、進んじまったわ。ってことで、次回かな、街に行くのは。うん。とりあえず、今回はこれで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。